はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、弊社の動画に対して、まあ、コメント、ご質問がありましたので、その回答を皆さんと共有させていただければなと思います。まあ、実際ですね、最近出している動画については、コメントをオフにさせていただいているんですね。なので、まあ、コメントをいただくっていうことは基本ないんですけども、まあ、だいぶ古い動画については、まあ、コメントができるような状態になっておりました。なので、まあ、コメントをいただいたんですね。で、そのコメントの中に、まあ、ご質問がありましたので、まあ、それを皆様と共有できればなと思っております。で、実際は、個別指導の受講者さん以外のお客様からのご質問については、細かい解説っていうのは行っていないんですね。なので、今から行う解説も通常は行っておりません。ただ、実際弊社の個別指導で、どのように解説をしているのか、まあ、実際はメールで解説する内容なんですけども、まあ、それを今回は動画にして、具体的にどういった解説をしているのかを皆様に知っていただければなと思いましたので、まあ、動画にさせていただきました。で、実際どのようなご質問だったのかというと、これは詐欺取り消し前の第三者について2つご質問がありました。で、まず詐欺取り消し前の第三者についてどういった状況なのかを先にお伝えします。で、その後にそれについてどういったご質問があったのか2つお伝えします。で、最後にそれに対して解説をすると。いった流れにいたします。まず A さんが土地を持っていました。B さんから詐欺を受けて A さんはこの土地を B さんに売却してしまいました。で、B さんはこの買い取った土地を C さんに売却しました。で、C さんは詐欺を受けた、A さんが詐欺を受けたことについて善意無過失だった。つまり詐欺を受けているってことを知りませんでした。かつ知らなかったことについて過失もありませんでした。といった状況です。で、その後 A さんは詐欺の事実を知って、まあ、騙されたということを気づいて AB 間の契約を取り消ししましたといった場合の話です。で、この場合どうなるかというと、実はこの土地っていうのはもう B さん、C さんにこう所有権移ってるわけですよ。で、その後 AB 間の売買契約を取り消しして C さんに渡った土地を取り戻すことができるかというと、これできないんですね。まあ、これは基本的な内容です。なので、ここまではおそらく分かっていただけると思うんですね。ちょっと勉強したことがある方だったら A さんは C さんに対抗することができないっていうのは分かっていただけると思います。知っている内容じゃないのかなと思います。で、それを踏まえてご質問があった内容、一つ目はA さんはこれ泣き寝入りなんですかというのが一つ目のご質問。二つ目は B さんに対して何かしら対抗できるんですか。これが二つ目の質問です。で、まず一つ目の質問、 A は泣き寝入りなのかというところなんですけども、まあ泣き寝入りといったら泣き寝入りになるんですが、ただ A さんはこの AB 間の売買契約を締結してこの土地を引き渡しているということは、それなりにお金をもらってるんですよね。代金はもらってるんですよ。まあ、そう考えると、まあ、A さんとしては、まあ、可能性としては不利益はそんなに被っていない可能性もあります。まあ、騙されたということで、もしかしたら、少ないお金しかもらえなかったかもしれないですね。例えばこの土地の時価が、まあ、1000万円ぐらいだったと仮定しましょう。でも騙されて800万円っていうちょっと安い金額で売っちゃった。というのであれば、まあ、200万円ちょっと損はしてますよね。まあ、そういった意味では泣き寝入りと、まあ、言えるんですけども、まあ、売買契約を締結してお金をもらっているというのであれば、A さんとしては、まあ、多少泣き寝入りといった形になるかなと思います。で、今言ったように、この土地っていうのはもう C さんのものになって、もう取り返すことができないんですね。だからそこに焦点を置くというのであれば、お金をもらっていたとしても泣き寝入りになると。まあ、いった形です。で、二つ目、B に対しては何かしら対抗できるのかというと、一応 B に対しては対抗できるんですよ。まあ、ただこれ対抗できるっていう言い方をしていいのかっていうところがちょっと問題なんですよね。取り消ししたとしても、もうこの土地っていうのは返ってこないんですよね。だから A さんは C さんに対して対抗できないわけだから、まあ取り消しをしたところで B さんは原状回復ができないんですね。原状回復できないっていうことはどういうことかっていうと、まあ土地を取り戻すことができないと、まあ、いうことです。なので民法上これ取り消しをするって言って意味って、まあそれほどないんですね。で、一つ言えることで言うと、まあ詐欺罪っていう、いわゆる刑法ですね。刑法をもとに B さんを詐欺罪で訴えるということは可能です。ただ、宅建試験レベルで言うとそこまで考える必要って正直ないんですよ。今回ご質問いただいた1番、2番、これ正直考えなくてもいいんですね。で、なんで今回この問題を取り上げたか、このご質問を取り上げたかというと、宅建の勉強をしていて、
考えなくてもいい部分まで考えちゃう人って意外と多いんですよ。実はこの2つのご質問、考えなくてもいいんですね。なぜならこの部分については宅建試験では出てこないからなんです。ここの内容で言うと、 C さんが善意無価質だった場合、 A さんはこの土地取り戻すことができませんよ、 C さんに対抗することができませんよっていうところを頭に入れておけば問題ないんですね。これで宅建試験は点数取れます。それ以上のことっていうのは正直考えなくてもいいんですよ。で、意外と多くの方が宅建試験に出題されないような内容を考えようとするんです。で、そうするとどうなるかというと、余計な部分まで勉強しなければいけないことになるし、また不必要な部分を知識として頭に入れるわけなので、効率が悪いんですよね。また重要ポイントと頭に入れなくてもいい内容が混在してしまって、混乱の原因にもなるんです。なので、宅建試験で出題されていない内容っていうのは、正直考えなくても大丈夫です。宅建試験に合格するためにも考えるべきポイントっていうのは過去問で出題されている内容です。それ以外のこういった場合どうなるんだろう、ああいった場合どうなるんだろうっていうところは考えてしまうと非効率になるので、できるだけ考えないようにしましょう。これが今回この動画でお伝えしたかった内容です。今回この2つの質問の回答については正直頭に入れる必要ないんですね。頭に入れなければいけない内容で言うと、宅建試験で問われていない部分については考えなくてもいい。この部分、ぜひ頭に入れて勉強を進めていっていただければと思います。もし自分自身で勉強していて、なかなか実力上がらないな、予備校とか通信講座通っていて実力上がらないなと思われている方は、ぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。